はい、じゃあね、今回もスナックワールドやっていこうかなと思うんですけども、今回ですね、この館行って、で俺この前さ、スナックワールドのジャラとか、リアルの方な、ジャラとかスナックを手に入れる、まあなんかそのあのおもちゃみたいなのを5ボックスぐらい買ったんよね。それでコンプしたんやけど、ワンボックス分は、ワンボックスというかワンシリーズ分は、それを使っていこうかなと思う。でここらしいのよね。ヒヒ、今日は何をするつもりだい？どちらも最初にセーブするから覚悟するんだよ。マナーチャージ、ジャラタッチいくか。多分これやろ。はい。NFC エリアに登録する。え、これってさ、これってさ、普通にプロコンじゃダメな。お、来た。メローラ姫スペシャル。これはとんでもないスナックかもね。ほう。スペシャルアップ、確率アップ中、メローラ姫。なんだこれ。メローラ姫カード S がゲット、手に入る。どうなんのこれ。ほう、メラヒムのカードか。これ俺読み込んだやつ。え、なにこれ。なにこれ、すごっ、おもろ。はあ、じゃあ開けますか。はい。うわ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 、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた、なんかいっぱい出てきた。え、待って、これ、え、これメロラ姫のスナックカードやん。あ、マジか。え、仲間なったんやけど、ガチ。あー、あとはこうやってアイテム落ちんや。え、なんかすんなりメロラ姫がさ、仲間になっちゃったんやけど。あまりにも すんなり、なんか条件とかあるんじゃないの、メロラ姫って仲間にすんの。ちょ待って、どこ行った、どこ行った、メロラ姫。名前じゃなくて、来た、メロラ姫。周囲の味方の HP と気絶を完全回復する。強くね。強くね。メロラ姫来ちゃったや。普通に手に入っちゃったやん。え、すご。え、じゃあちょっと待って。じゃあどんどんやっていこう、どんどん。あ、スペシャルレアがそもそもこのアイテムなんや、多分。多分そういうことやろ。スペシャルレアがそもそもこのブラックメルヘンシールド。俺は今ブラックメルヘンシールドのおもちゃを登録したけど、スペシャルレアがそもそもこのアイテム自体で、あとはもしかしたらそのペファニーピンクとか、そのアイテムが手に入るかもしれないよっていう。そういうことか。何この曲。あ、そっか、ブラッドによって曲があるのか。いいなあ。あ、何もなかった。あれ、もしかしてじゃあ宝物が降ってくるのってあれ、確定演出ってこと。さあ次、マヨネ登録しました。はい。そうじゃあこれマヨネ当てていきたいね。じゃあな、そうなると、さあ来た、マヨネ。さあ来い。やっぱあれ確定演出やったんや。なるほどね。さあ今日も今日とてスナックワールドやってこかなと思うんやけど、まずそうやな、あの手に入れたメロラ姫使ってみたい感あるよな。でちょっとビンさんとかあまり今でも活躍してない感があるんで、サポートにメロラ姫入れてみます。はい。であとそうやな、あのそういや、あの他にもジャラとかをいろいろと登録してたら、あれ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 、なんか1個だけね、まあレアそうな素材のやつ、あ、これこれ、クランクリスタルアックスのやつがダブったんで、これこれこれ、だから、クランクリスタルアックス、強化しますか、2段階目に。はい、強化完了。おお、緑色だった。グリーン、かっこええやん。色変わるのいいな。色変わるのかっこいいと思うわ、これ。あの、この辺も強化できねえんだ。武器の強化はね、全部やるかわかんないっすね。正直、この強化までやり始めたら、ちょっとマジで、終わる気がしないんで、とりあえず集めれる武器と集めれるスナックを集めていきたいね。ただな、なんか、この感じだとスナック、リアルのスナック限定の、なんか、キャラとかいそうじゃない？メロラ姫は確かさ、
このピノキオのカード交換で全てのカードを集めたらメロラ姫のイベントがなんか解放されるとかどうたらみたいな聞いたんやけど、他のキャラクター、それこそマヨネ、まあ、マヨネワンちゃんのかのクエストであるかもしれんけど、なんかさ、そういう限定、なんかそういう限定なっててな、集めづらいからな。まあ数体ぐらい、2、3体とかやったらいいんだけどさ、なんか数十体そういうキャラがいますってなったらちょっとさすがに集めるのだるいかもしれん。うん、で一発くじを見てみましょう。シークレットは取られてる、ただ V シールドあるけど、まあ64挑戦してもいいけど22枚、いややめとこう、もうちょい様子見よう。じゃあとりあえずいつも通りさ、まあこの辺のクエスト進めていくか。うん、あ、ドレスコードがあんのか、はい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 。じゃらお任せからので、見た目お任せ、揃うかな、 OK 揃った。まあでもこの辺のクエストはね、正直道中あんまりなんか目立ったボスとかじゃなくて雑魚ばっか倒すと思うから、まあちゃちゃっとクリアしていくだけかな。まあサブクエとかは基本的には、まあストーリーは面白いからストーリーは見ていくけど、ちょっとそれ以外は基本的にはあんまバトルとか道中はいいかな。まあレベル上げるためにちょっとずつちょいちょい倒していくけどね、こんな感じで。いって、さあ地獄の連続組手をいよいよ始めっすよ。組手は全部で4回、途中休憩はなしっす。もしも4連勝できたら修行終わりっすから、ライバルの戦いプリートクト見せてもらうっす。では始め、組手4連組手パンパンパンだ。でもお前この辺は弱いよまだ。おいおい、もっと強えの出してこいや。やばい、俺死にそうじゃない、ちょっと待って、危な普通に死にそうで笑った。あのパンパンパンダを倒すわ、いいパワーしてるっすね。さすが我がライバル。では次の相手っす。お前量で攻めてくんのずるない、こいつ、こいつ量で攻めてくんのずるいやろ。お前ら一人ずつ来いや。あ、だがこの武器がなんか相性はええわすげえ、 X の技に強攻撃にあの回転が入ってるからなんかめちゃくちゃ相性ええわ。すばしこい連中を見事に退けたっすね。では次っす、モゴー隊長。なるほどね、チャージして燃やせ、強ゴロギラって強強すぎ、ワロタ。あ、宝箱もいいね、はいはいはい。お見事、彼らの猛攻うまくしのいだすね。いよいよ次が最後のバトルになるっすよ、ラストか。出たー、マウンテンゴリラ。こいつアイドルと、こいつアイドルと付き合ってるやつっすよ。お前ええんか、俺に攻撃していいんか、お前晒すぞ、おいおい晒すぞ、俺が、お前が、お前が赤身と付き合ってること俺はバラす、暴露する。どうしようかな、これこれあたりに暴露しようかな、お前と赤身が付き合ってんの。やばい、死ねこれ、離れろお前ら、危ねえ、強ーこいつ。お前それはな、それはきついわそれきつい、それきついです。 OK、よしよしよし。ここでさ、あの範囲攻撃はさ、ずるすぎるすごい、ブラボー、超絶に素晴らしいっす。さすが自分のライバル、いや宿命のライバルっす。お、たぎつけてきたっす、燃える展開っすね。なんか一人で興奮してるんですけど、あの人自分戦わんくせに、自分戦わんくせになんかライバル認定しとんねんけど。きた、 T ランクアップ12。なんか増えたからっつって合うのかな、 T ランクどれぐらいまで上がんねんの。出たー、この剣、これでも俺あれやで、自分の勝ったジャラの中にあんで、このなんかよくわからんこの大当たりの剣。修行お疲れ様っす、よくぞ全員倒したっす。さすが自分の宿命のライバルっす、その強さひたすら見事っすよ。宿命のライバルの登場、熱き修行の日々、くー、この展開もいるっすね。今度は俺と修行してくれっす、今度は4回とは言わないっす、100回1000回万回、いやあえてここは100万回っす。ラッドインプスの歌詞みたいなこと言うやん。いいんですか、いいんですか、さあやるっすよ、100万回くびて一緒に新世界の扉を広こうっす。さあ、あ、こいつ仲間になんのかな、いや無理です、いいですわ、そんな暇な時間ないんで。ま、マジっすか、冗談でしょ、100万回っすよ、100万回分強くなれるっすよ。やっぱやらないっす、今なら100回分追加でサービスっすよなんで追加することがサービスやと思ってんねん。ノーノーです、うん、残念っす、新たな境地が開けると思ったんすけど、まあ落ち込んでても仕方ないっす、人間切り替えが大事っす、こういう時は修行あるのみっす、動いてテンション上げるっすよ。
こいつは一生バカそうやな。とにかくお疲れ様っす。気が向いたらまた行ってくれっす。楽しく修行しようっす。あ、仲間にはならずか。仲間になりそうな顔してたけどな。正直俺スナックワールドのアニメとか見てないからさ、ドイツがアニメでドイツが結構主要キャラなんかが全く分からへんっていう全く分からへん。はい、もう俺こいつ嫌いすぎんのよな。冷凍イカ、冷凍イカが嫌いすぎる。ただ俺いつやったっけな、どっかの動画のなんかで見つけた装備が、あ、見た目にはドレスコードがなかった。どっかの動画で出てきた武器がめちゃくちゃあの冷凍イカにあのキラー刺さるらしい。フューチャー、フューチャー、あー、キーホルダーがないんか。いやでもキーホルダーって作れねえからな。あー、なるほどな。じゃあちょっとこのクエストは一旦いけねえな、やめとくか。じゃあこれいくか、激闘の朝ごはん。このね鳥はね俺結構あれよ、好きな方よ。そんなこの見た目装備お任せ、これでいいんか。あんま見た目ドレスコードなかったから別にすることなかったけど、こんなこと。この鳥はね結構ね簡単、正直言うてあんま強くない。うん、やあ、来てくれたんだね、ありがとう、助かるよ。あ、いきなりボス戦、じゃあ早速鳥さんを呼ぶね。鳥さん来てちょうだい。そんな感じで呼ぶんやお前鳥さん来てちょうだいみたいな。スーパーやんな。でもこれスザク、スーパー、お前ようスザクのこと鳥さんって呼べたよな。お前スザクってお前相当鳥の位では高い方やぞこいつ。うわ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 、なるほどね。そうなんよね、こいつこれが若干若干痛い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 、これ逃げろお前ら、やばい、なんか混乱してる、混乱してるけど、やっぱねやっぱ特攻って強いよね。これ水タイプやと思うね、この杖って。その特攻がねとてつもなく入ってる。メロラ姫がやべえな。マウンテンゴリラとか出してくんのお前。待って、でもレイジングモードでいこう。倒せ倒せ倒せ、ナイス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 、これが強いんだな。またオッケーな、余裕やろな、余裕でしょ。これが強いんですよ、この武器ね。必殺技がめちゃくちゃ強いの。よし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 、勝ったんだ、ありがとう。じゃあ戻ってきて、早く朝ごはんの支度しなくちゃ。お前よくスザクから、お前スザクの卵で朝ごはん作るな、ほんまに。さあ宝箱オープン。あー、目玉商品来たけど、なんかいらんな。パイレーツペンダント、エレガントかフューチャー来てほしいけど。レアドロー率 1.1 倍、クリティカルで与えるダメージが超アップ。おー、ええやん。でなんかよくわからん、グレートレアの砂もゲットできたし、素材が後々大変、使えそうなんよな。ありがとう、おかげで数百人分の洗濯を先に終わらせられたよ。うん、卵も大きくて立派だね、これならちゃんと足りそう。やばすぎる数百人分全部やってるのか一人で。うん、そうだよ、私お洗濯とかお料理好きだし好きとかいうレベルじゃないやろ。大変だけどすごくやりがいを感じてるんだ。めっちゃええ子やん。でもやっぱり手伝ってもらえると助かるね。どうやっても時間は限られ。お？スザクの声や。あー、鳥さんが起きちゃった。なんか今日は不機嫌みたいだね。お前あの子、あいつのこと鳥さんって言うのやめろ。ちょっと待っててね、落ち着かせてくるあの化け物を、あの化け物を手なずけてる。もう困っちゃったんだな、どせい。これでとどめだちょっとやば、あのスザクを2発で峰打ちで。うん、鳥さんも満足したみたいだね何よ何戦ってんのかお前。うん、そうだよ、今日は君がやってくれて助かっちゃったそれと私はそろそろ行くね、朝ごはん作ってあげないと。続きなどありがとう、気が向いたらまたよろしくごはんごはん、おいしいごはん怖っ、もう近づかんとこ、さすがに。あ、クエスト結構あるなこの辺。無理無理無理、そこもお前助けてほしいで、無理。
俺ちゃまぶってりビネガープレス社の元社員ぶり。それでそこのビネガープレスから命からがら逃げ出してきたぶり。給料が高いから働いてたぶりが、俺ちゃまでもあんな長時間電気は出せないぶり。でも俺ちゃまは逃げてこられたからいいけど、仲間はずっと働かされてるぶり。助けてほしいぶり。おお、給料はいいんやったら文句言うなや。贅沢なやつやな、お前。それじゃあ全員は急げぶり。そこのビネガーパレスに侵入するぶりよ。仲間よろしく頼むぶり。こいつ53か。まあ53はまあ言うてちょっと上ぐらいやったらな、勝てんことはないのよな。あなた名のある冒険者ですよね。全身からオーラ出まくりですよ。出た、怪しいやつ。おっと、驚かせてすいません。私、商人のズキンと申します。時にあなたはビネガーの隠し財産という噂をご存知ですか？何それ。ビネガーが行方不明になったことはもうみんなが知ってます。となれば次の話題に上がるのはビネガーの莫大な財産の行方です。噂では、ビネガーパレスのどこかの隠し金庫があり、そこにビネガーの秘密の財産が隠されているというのですよ。ねえ、ワクワクするでしょう。冒険者魂がくすぐられるでしょう。ですから私と一緒に財産を探しに行きましょう。さあ。87、高すぎ、割れた。高すぎ、割れた。ありがとうございます。これでもう私、これで私の人生もやり直せます。実は私、ビネガーエンタープライズの社員だったのですが、ビネガーエンターを抑えたことによって失業されしてしまったんですよ。だからその財産を使って人生をやり直してやろうというのです。次の予算頼みますよ。私の人生はあなたにかかってます。頭巾の再起をかけて任せ、はい、任せ。その財産でもまあちゃんと折半やからな。俺にもくれよ。あ、ここにもいますじゃん。あの、僕の悩み聞いてもらえませんか？実は僕、ミネスタフォレストに住んでるんですが、最近恐ろしい音が聞こえてくるんです。スパンスパンスパンって。おまけにおっさんの悲鳴まで聞こえてくるんですよ。あ、それパンパンしようじゃないか、お前。それちゃうんかな。何かひどく恐ろしいことが行われてるに違いありません。あまりに恐ろしいのでここまで逃げちゃいました。お願いです。この怪奇現象の謎を突き止めてください。いや、なんか雑魚じゃん、雑魚じゃん。これ行くか。じゃあ、ああ、夜も眠れなかったんです。できるだけ早く調査お願いしますね。おお、じゃ、雑魚じゃん、雑魚、雑魚クエスト来た。ああ、やっぱ結構いるね。見てなかったから全然最近この辺。弟はロストビーフなんですね。大変すぐに行かないと。ですから落ち着いてください。あなたが言っても危険なだけです。でも弟が。ですから落ち着いて。何？そこのあなた冒険者ですよね。お願いです。弟を助けてください。何何何？実はこの人のお父さんが現在行方不明なのです。そして聞き込みの調査の結果によると、なんとロストビーフの行動に向かったようなのです。ほう。ロストビーフの行動は危険なモンスターだらけです。このままで弟が。ですから落ち着いて。私からもお願いします。弟さんを探してもらえませんか？私も仲間に応援を頼んで後を追いかけますので。お願いします。弟をどうか。ああ、まあまあ高いやんけ。ええぞ、引き受けといたるわ。まあ、いつかいつやるか分からへんけどな。ちょっと待っといてくれ。はい、応援を頼んで後で追いかけます。了解。いつやるか分からんけど、ちょっと気長に待っといてくれな。うん、ちゃんと助けるから、ちょっと気長にね。あ、そういやさ、ここに魔女いるじゃん、ホテルの横に。で、このウィッチが物を交換してくれんねんけど、まあこれね、いろいろあるらしいのよ、交換してくれる素材がね。なんかまず雫ってやつと交換しなあかんね。賢者のマナの雫とか、最先端のマナの雫とかってあんねんけど、実は俺ね、これじゃない、便利なマナの雫じゃなくて、結構雫の量あんねんな。勝負師のマナの雫、完璧なマナの雫。 ちなみにさ、このマナの雫使わなゲットできひんさ、アイテムとかないよな。ここにしかないアイテムって。これって結局素材とかを簡単に手に入るよっていう、そういう感じよな。このマナの雫がちょっと厄介で、いろいろ結構その勇者のマナの雫とか、記憶のマナの雫とか、完璧なマナの雫ってあるんねんけど、俺が今も現状持ってんのってこれなんやね。聖騎士じゃないわ。え、どれやったっけ、これ。あ、じゃあこれや。そうそう、聖騎士のマナの雫と、あともう一個ぐらいなんか聖者の雫みたいなのがあったような気がするんだけど、あれ交換できねえわ。まあなんかあんねんけど、これはね、リアルのおもちゃとの連動でいろんな種類があんねんけど、なんかスナックワールドもアーケードゲームがあるらしくて、でそのアーケードゲームの
アイテムもジャラ登録できんだったっけな、これに。それでなんか結構あんのよ、種類が。多分アーケードやったら例えば賢者のとか、あと何やったっけ、この普通のあのスナックやったらこのなんか勇者のとかさ、なんかあるらしいんだけど、もしこれ限定の装備とか素材があるんやったらちょっと厳しいなって最近思ってきた。なんかこういう系のなんか限定のアイテム系がな、ちょっとだるいなっていう、集めるのが。とりあえずじゃあこのクソザコキメラのクエストいきますか。ちょっと待って、なんかパンパン師匠がめっちゃおる大量のパンパン師匠がおんねんけど、何これ、なんでお前そんないんねん。パンパン師匠が大量汗している、やばい。しかもなんかこう邪魔やわ周りのあいつ邪魔、こいつキャロンドールでやってる邪魔やわ。ムチ打ちこいつのことかよムチ打ちってこいつか。パパすまん、あー恐ろしかったです。恐怖が去ったということでいいんでしょうか。いや、パンパン師匠とムチ打ちのドイツ女王様みたいなやつが森で何をしてたんか。宝箱オープン。おお、目玉商品来た。あ、フューチャー来たやん、神これ。オッケー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 、キーホルダーであれやわ、フューチャー来たわ。これであれや、さっきできんかったクエストいけるわ。あれ行こう。あなたたちは一体何ですか、毎晩毎晩パン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 もう恐ろしくって夜も眠れなかったんですよ。それはよし、それは俺が説明しよう。あ、クローンや、この森のスーパー探検家かな。あ、パンパン師匠、パンパン師匠、パンパン師匠と呼べ、パンパン師匠と呼べ。そうさ、愛しのパンパン師匠が来たて、来てやったぜ。まあいい、よし、このパンパン師匠が教えてやる。まずはクローンとキャンドールは俺のかけがえのないフレンズだ。ほうほうほう。そしてそして、何を隠す、俺たちはよし、愛の表現の特訓をしていたんだ。あ、愛の表現ですか。この特訓は純粋な愛のプレイの一環だ。お前 SM プレイな、やめてくれ。より崇高な愛の高みを目指すため、俺たちは日夜努力を続けている。あのさ、あの外で SM プレイやめて、うん、やめて、適切な場所で行って。そういうのは誤解されてるんだよ。俺たちは周りに危害を加えることはない。愛は理解できないかもしれないが、これだけは信じてほしい。はあ、すいません、世間は理解しがたいものを拒絶するものだ。確かにな。だから俺が見せてやる、自中な愛の形というものをお前みたいなやつが多様性を勘違いして世の中をめちゃくちゃにしていくね。キャンドル、おう、やめろお前、ほらほら、今日の目つぶたがお前やめろお前、こんなところでメスじゃないけど、アヒー、もっとだ。お前こんな外でやめろ、そんなこと。最近そやつが増えてんねん、多様性や多様性やつってな、何でもかんでもやっていいと思ってるやつらが。履き違えんなお前、帰りましょう。思ったより害はなさそうですし、害ありまくりやって、これは今度あんま見せん方がいいって世の中に。お前はある意味メスだ、そらそらキャドル遠慮するじゃない、全力で狙ってこい。アヒー、いいぞアヒー、もっとだ。そう、これがいい、自衛の愛の力だ。殺した方がいいんちゃうかこいつら、普通に。世の中のために殺した方がいいと思う。じゃあこれさっきいけなかった、これね、フューチャー使わないといけないやつ、これいきますか。多分これでいけんじゃね。オッケー、見た目装備いけた。ってことで出発しましょう。オッケー、クリアー。俺のぬいぐるみカフェのイヤボが、正義は勝つ。クマちゃん大丈夫、ありがとうクマ、怖かったクマ。おー、ゆうちゅうち怖かったでちゅうねー。はっ、あ、とにかくその子を連れて帰ってきて。キャラがクール系のキャラからのギャップ。おい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 、やめろお前ジニーズ、お前なんかお前下腹部をお前俺に押し付けるな。
なんか今振動して俺に下腹部押し付けてたな。やめてくれ。鈴木のでありがとう。おかげでクマちゃんたちが助かったわ。ご注意様、怖かったクマ。もうダメじゃん、勝手にどっか行っちゃ。ごめんですクマ。もうしないですクマ。怒るご主人も素敵クマよ。もっとぽよぽよしてほしいクマ。もうみんな泥だらけだし。お風呂入ってきて。私は先に部屋に戻ってるから。はいですクマ。ご主人様も一緒に入ろうクマ。クールなキャラは崩さないと外では。ふう、いったかクマか。プチ脱走するのも大変クマね。プチ脱走、どういうことな、なや。まあぬいぐるみといってもやっぱりストレスはたまるクマよ。ストレス発散の息抜きのために僕らはプチ脱走してたクマ。ご主人様は好きだけど愛想を振りまくのは疲れるクマ。僕らもリラックスしたいクマ。実は最近ちょっと腰痛が、っていうか愛が重いよね。部屋だと赤ちゃん子供だし。でも挿入するときはとても気持ちいいクマよね。あ、それちょっとわかる。あの感触たまらないクマよ。ほんとクマよ、ずっと顔詰めたいクマ。ま、何やともあれありがとうクマ。おかげでぬいぐるみカフェにも売られずに済んだクマ。ほんとに感謝クマ。これでまたご主人様に剥がしてもらえるクマ。下心がめっちゃあんねんけどこいつら。いやいや、こんなぬいぐるみ。それじゃあ僕らお風呂行くクマ。ご主人様と今後とも長くしてくれると嬉しいクマ。でもあのご主人様はちょっとあれやな、ギャップ萌えがあるな。苦手なんよな。冷凍イカとさ、いや俺冷凍イカとさ、あいつ苦手なんよ。何やったっけ、なんちゃら兄弟、シスター、シスターズ。まあいけるかな、これいけるかな。うわ、ミステリーゾーン来た。え、ちょっと待って、こいつ何、このドラゴン誰？ブタコ？あ、メローラのカード B とかいうクソ渋いカードだけ落としていきよった。ブタコ？え？成長した姿あんな感じなん？あれ？ドラゴンになった時ってあんな感じだったっけ、ブタコって。やべ、ドラゴン姿のブタコ覚えてねえわ。きたー。ボス来たー。レトイカー。俺の大嫌いな。俺の大嫌いなボスや。俺の大嫌いなボスの一人です。はい、で使うかスナック、使ってみようかな。誰か白雪姫使ってみようかな。仲間になったよね。行くわー、行くわよー、邪魔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 よー、ほら邪魔よー。おー、強っ。強っ、やばい、やばっす。あ、ジジイも助けに来てくれてんじゃん。ジジイも来てんじゃん一応。やばいやばい、一応これで回復して、うわ見えねえな、もうこれが弱点させる武器か。それじゃあこれで弱点させ、どこや、おらい、刺さるのこれ、なんで入った。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、めっちゃ崩れてる、めっちゃ崩れてる、いけ、よし、強っ。多分特攻武器だったやろうな、バカ強い。あれじゃね、なんか怒りゲージにならずにクリアしたくね今。きたー、この武器強い、やっぱ特攻やなこのゲーム。このゲームね、武器のレア度とかじゃないね、特攻やね。もうお、クリスタラックス来たら結構熱いよ、また突れるよ。まあそう簡単には来ないと。あ、でもこれいいんじゃない、極寒スクラブルジェル。ようこそいらっしゃいました。おかえりなさいませご主人様。ふい、疲れたぜ、やっぱここ落ち着くな。
結構な年なのに意地張っちゃうからですよ。おいおい、そんなに黙っちゃいねえよ。スライム相手のちょちょいのちょいと。だからそうなんだ、あんな強いと思わなんだ。スギネド、あんなのと何回も戦ってんだな。まあすごいでしょ。調子乗りやがって。でも確かにこの斧はお前のがお似合いだな。よし決めた、受け取ってくれ。お、うわー来た、デストロイアックス。ご主人様がタダでレアな武器をあげた。それとスナック登録してくれ、迷惑かけたからな。おー、おっちゃんもか。これでこの店の支配権は俺じゃないか。もピノキオもこのおっちゃんもゲットしたし。カルボナーラ来た。もう この店の支配権は俺、支配人俺やろ。もう今日から俺の言うこと聞けな。もう戦力にならないとでも思ってんじゃないだろうな。無様な姿を見せちまってが本当に力になるんだぞ。ご主人様が金儲けにならないことをするなんて。ご主人様一体どうされたんです。おいおい、何言ってんだピノキオ。鈴木の人がうちの武器で活躍する姿を俺が撮るだろ。それを拡散すればうちの評判が上がる。そうしたら客もどんどん増えてがっぽり儲けるってわけだ。ほう、いつものご主人様だ。金のことばっか考えがって、もうすぐ死ぬジジイが。お、カルボナーラ、すべてのジャラパワーが最大になる。ふんふんふん、石化状態の耐性中アップ、持続性の敵に対するダメージが中アップか。あー、まあまあまあ、この辺のやつは結構あれやね、いろいろあるけど。まあでもそんな、なんかわかんねえ、白雪姫がな、なんか強いらしいのよな。攻撃した時敵の HP を吸収する。うん、なんか強そう。でも書いてあることは強そうなよな。うわ、一発くじ、これいけるや。こう当てに行くか。22もあるし、バーミリオンシールドとラストワンションも引けるな。これ引いてこう。これちょ、もうこれ長いねんな。これなんか連続で引くみたいな欲しいけどな。ちょっと若干めんどくさいのよな、この辺な。あー来た、栄翔や。おーし、じゃああと3枚引いて、はい、ラストワンションを狙いに行くわ。バーミリオンシールド、まあラストワンション狙いに行きますか。じゃあオッケー、これで最後の1枚でラストワンション。これシークレットなんなんやろうな。シークレットショーはカラメルフラミンゴ。オッケー、終了と。さっきのアイテムはどんな感じなんですか。バーミリオンシールドとかカラメリオンなんちゃらとか、どれだ。あ、これか。ガード陣、炎属性の攻撃をブロックする。ほう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 、炎属性系か。え、グレトリアやんこれ。カラメルフラミンゴ、あ、これもそうやわ。グレトリア、なんか見た目がそんなレア感ないのよな。ホワイトの敵に対するダメージが超アップ。特大の光魔法を放ち、敵に大ダメージを与える。回復魔法で周囲の味方の状態を確認。あー、オッケーオッケー、回復魔法はありがて。おい、そういやさ、この赤ずきんいつ帰ってくんの。俺握手券やんのに準備中。なんかクエストやらなあかんのかな。うん、なんかクエストやらな。これ赤みちゃん戻ってこへんのかな。なんかもうやめちゃった、もしかして。もうあの騒動、やっぱ結構赤ずきん48ってボロボロやったからな。普通に恋愛して駆け落ちして逃げるやつもいればさ、天狗になって終わってるやつもおったからさ、もう結構内部はボロボロやったからもうやめちゃったんかな。じゃあこれいくか。地底王国の王を倒す出陣暴れん坊おかみ。さあラスボスですね、ボスですね。はい、ブタコいるわ。なんかブタコでっかくなったな。さ、なんかさっきからあの小さい豚子どこ行ってん。なんかずっとでかい豚子が出てくるわ。誰がいんやっていうか、これどいつが、なんだあいつは。見たことあるな。でも王が誰だお前たちは。我が王国に侵入するとは無礼な。ここお前の王国やったんや。すまないね、なんかお客さんがいなくなったらしいんだよ、ジェニファーさんのところから。ちょっとだからあなたには死んでもらいますよ。お客様を返してもらおうか。勝てー。
特攻ではないんかこれ。特攻が入ってるわけじゃないんかこれ。チャージしてファイヤー。あーなんだそれお前やばすぎ。チャージしてファイヤーで殴って殴って削れねー削れねー。だがこの必殺技で必殺技でもそんな削れへんのやば強っ強っこいつ。王たるわしがやられるなど、こんなのは脚本に、こんな脚本わしが作ったつもりは。脚本は何言ってんだい、あんたは人さらいだよあれ もしかしてなんか映画の撮影とかしてたんかな。魔導ミシルド来い。まあ来ないですよねまあそれ来ないですわな。上蜘蛛の巣でもなんか良さそう。多分なんかのアイテムやろうな、強化するための、作るための。ああ国王のわしがやられたらもうおしまいじゃ。お仕置きだよ。さあ話してもらうよ。うちの大切な客をさらってここに閉じ込めたわけよね。何をしたんや。国民を集めておったんだ、我が国に。地底王国のな、国民の役はどうしても人間に演じてほしかった。はあ、さとしな、地底王国とか演じるとか一体何なのさ。実はわしモンスター劇団員で、地底王国は次の作品なんじゃ。やっぱり映画とかそっち関連やったんや。まさかほらうちの客の客に役をやらせて劇をやろうとしたのかい。なるほどな。いいじゃないか、夢があるってことはね。まったく。それでも人をさらってってことはやっぱりいただけないよ。あんたがさらったうちの客もみんな夢を持ってるんだからね。彼らの夢を邪魔してまで彼ら役を押し付けちゃダメだろ。その通りある、大変失礼した。分かったらいいんだよ、劇は頑張って成功させな。ウォートも成功させてみせる鈴木などあんたにも夢があるんだろ。今回のお礼にあんたの夢を叶える手伝いさせておいてくれ、させとくれよ。まだ夢がないってなんな、ないなら、まだ夢がないってなら夢を見つける手伝いでもいい。私に任せときな。お、あたしにできることがあったらいつでもスナックで呼びな。きっと絶対強いじゃん絶対強いやあんた。気合の張り方が違うやん。だってもう山本さん、もうなんか違うくねえかお前。なんか違うくねえかイラスト。なんかそんな顔やったっけ、スナックのイラスト。そんな、スナックのイラストなんかもうちょっと違うやん。そんなんじゃなかったやろ。あんたも夢を追いかけて頑張んなよいいおかみや。ジェニファー山本さんはサポートで周囲の味方の HP を大回復する。 HP がだんだん回復する。いや強くね、多分強い、多分強い。俺なあのこれ思ったんやけど、正直ソロでやるときって火力って俺だけでいいのよ。じゃああと何が必要かっつったら、俺こういうサポート系で固めるでいいと思うねんな。まあ、ジニーズは結構なんかちょっといろいろとやっぱ強いのよ。こいつはこいつはちょっとやっぱ違くて、やっぱこういう HP 回復系とかで固めるのが一番いいんじゃないかなって個人的には思ってる。おー、また新しいの増えたな、クランメタル棒。なるほどなるほど。まあこれをまた狙っていくか。ただ今回ちょっとあんま金とかがないからな。お金金作とかもやっていきたいな。おいおい、だからこう一発くじとか全部集めるのは金作ができてからでいいかなと思う、まあ個人的に。機動シルカで挙兵、これいくか。これでもな、なんかな、強そう、見た目が強そうなんか普通に強いボスって感じがするよこいつは。さあ来たぜボスまで。あ、ピノキオいるやん。なんかあるかな。あー、サリアスタッフは買うか。あ、じゃあサリアスタッフじゃねえわ今持ってんの。え、あれ何やったっけ、俺強化したあの回復のさ杖って、サリ、え、回復の杖ってサリアスタッフやったやんな、俺がいつも愛用してる。あ、じゃあピンクパンサーや。サリアスタッフあれや、腐るほどあるやつや。じゃあいいですってことで、さいなら。
さあ行くかボス、行くで。さあ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 来ました。うわ白銀兵いかついな、ちゃんと見た目いかついな。どうしよっかな。ジャラパワーが最大なる。いやまあじゃあ白雪姫でいっか。なんか捕まってんぞ。行くわー、私が行くわー、やってやるわー。おなんだこいつら、なんか雑魚がいっぱい来るけど、あバリア張られてる雑魚を召喚するんだ。なるほどね、行くわよー、寝返りクラッシュ。大丈夫、俺はスナックになってるから。オッケー、やれ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 、チャンスやれやれやれるかこれ。オラ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 、行くぜホーリーレイン、強やば強。待って、ザコがやばいな、やば、なんだそれ。待って、ザコがやばい、ちょっとやばい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 、なんかすごいことになってる。飛んでくる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 、ちょ なんか範囲がおかしくないかお前、なんか違うくないかお前、違う、出てる範囲とやってくる範囲が違う、なんか明らかにおかしい。危ない、おらおかしいよなこれ、これやばいって、おかしいってこれこれおかしいよね君ね、君おかしいよねそれ、それ違うよね、それ聞いてた話と違うんだけど。やばいやばすやばすやばい、助けて、やばい、死んじゃう、ジニーズジニーズジニーズこっち来て、早く、そうこっち来て、なんでこっち来へんのお前、俺を助けることだけを考えろ。お前さ、俺を助けることだけを考えろよ。え、なんなんこいつら、頭悪すぎ。ちょっと、え、なんで俺を助けようとしないのこれ。本体殴る時間がね、それ呼びすぎやろこいつ。あ、ちょっと危ない。でこれで、あマジか、あれで暴走状態解、あれ暴走状態解除されてるこいつ。はやぶさストライク、おれ殴れ殴れ殴れ、あと一発、オッケー、よし、うー強すぎやっぱこのゲームにおいて一番強いのってやっぱ数数がやばい、数がやばい、勝利の凱旋だ。いやーでもジェファニーさんとさ、やっぱメロラ姫、あメロラ姫死んじゃってるか、でもやっぱヒーラー強いな、多分ヒーラー結構効いてたと思うわ、ヒーラー結構刺さってたと思う、うん、いやマジで強い、やばすぎる半端ない。おエルダーペンダント、でもこれ道中でなんかゲットしたんよな、そういや、もういらんだから。オッケー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 、ふう、あなんかでもメガネも落ちたやん、はい、よくやったぞ鈴木ナイド、さすがは私が見込んだ戦士だ、世界の危機は未然に塞がれた、君に愛と勇気の心があってことだ。愛と勇気の心ってでもアンパンマンやん心なき力は破壊そのものだ、殺し壊すことがしかできない、だが力に愛と勇気が宿るとき、それは大切なものを守る光になる、はい、君は素晴らしい才能を持っている鈴木での心の才さ、人は心を忘れたとき白銀兵のように怪物を生み出すのだ、うん、おっと長話が過ぎたな、君に献身のこに心からの感謝を、いずれ私が巨兵を完成させたら今度は君と戦ってみるのも一興か思うだけ血がたぎるな、ふっはっはっは、一見落着と、マジ強かったなこの白金巨兵、召喚はずるいわ、雑魚召喚はずるい、
じゃあこれいくか。勇気あるもの、依頼主の弟を探す。あ、弟がいなくなっちゃったってやつか。うわ、スーパーの敵キャラ多いな。多分どうせでもな、あれなんよ、スーパーの上がいるんよ多分。あと1体1個ぐらいランクが、だからレベルランク100とか超え始めたら、そのスーパーの1個上とかと戦わなあかんことになってくるんじゃないかなって思うんだけどな。絶対あるよな、スーパー以上。スーパーの上ってなんなんやろ。でもグレートとか分からんけど、なんかこのゲームレア、スーパー、スーパーレア、グレートレアみたいな感じで分かれてるから、グレートかな。は？なんやこれ、景色が変わったんやけど、一本道。え、なにこれ、今までこんなことなかったのに、なんか急に景色変わったんやけど。え、すげえ、ほんまに一本道やったわ。ガチの一本道や、楽やな。よし、ボス来たぞ。ショップは、あ、あんまいいの売ってないな。奥お願いします、任せてください、私が倒していきましょう。あいつどんな感じだったっけな。これあれやろ、ケルベロスじゃなくて何だっけ、デュラハンみたいなやつ。そう、デュラハン、デュラハン。こいつどうやったっけ、こいつ強かったっけ、覚えてねえや。ほいほいほい、はやぶさストライク。あ、踊ってる。これやからさ、これやからジニーズ最強なんよな、マジでな。もうジン、あ、それ電撃イヤイヤ棒みたいな、それ電撃走らせてくんや、これ。そうやそうやそうや、そんなこと知りましたね、あなた。はい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 、はい、まあ、かわしてくれ、そんな。オッケー、なんだこれ、な、何してくんじゃお前。おお、暴れな暴れな暴れな、あんま暴れな。てかこれあれや、この剣クソ強い剣や、俺が持ってんのこれ。あのストーリーの最後でもらえた剣。あー、そこじゃないか、もう一回来いよ。あー、ジュラハンソー、やばいやばい、これちょっと待って待って、あんま暴れさせんな、あんま暴れさせんな。オッケー、あ、当てたらいいんだ。なんか全然当たらへんよ、何これ。なんか攻撃が当たらへんよ、なんだこれ。なんか攻撃が全然当たらへんかった、なんだこれ。多分そろそろ切れるんじゃないかこいつ。やっぱこのね、俺やっぱピンクパンサーさ、もう初期の頃から一生使ってるけどさ、いや、ピンクパンサーが最強よ。この HP じわじわ回復するっていう、このゲームにおいてマジで最強のスキルやと思う。 OK、 ここ、 OK、 ここ、 OK、 かしていく、ここ、 OK。 もうお前は全て読み切った。あ、全然こいつあれやん、怒らへんやん。死ぬぞお前、そろそろ怒らな、死んでまうぞ。ほい、もう避けれるんですねそれは。はい、避けれないんですねこれね。はい、避けれないですね、でも勝てますね。マジ、はい、避けれますね。オッケー。こういうさ、純なさ動きしかしてこうへんやつやったらマジで読めんねんけどさ、やっぱ複数体とか出されるときついよな。弟探してたんや、複数体一気にボンボンボンとかさ召喚されるとやっぱきついような、避ける避けんとかいう話じゃないからな。その雑魚どももなんかレベルに合った強さになってるしな。さあこれで、しかもあれじゃない、トレジャーランクが上がる。あ、上がった、Tランクアップ、13。まあ別に13になったからってなんか増えるわけじゃないと思うけど、フェアリーペンダント。さあ来るのか、来ない。あ、でもこれいいんじゃない、幻影の蹄鉄。多分これあれやろ、素材っしょ。オッケーオッケーオッケー、やったね。え、おお、冒険者さん、君が怪物を倒してくれたんじゃな、ありがとう。え、だ、誰、おじさん誰ん、私の名前はフィッシュバーガー、まあ通りすがりの金持ちじゃ。あー、そうだった、君もう出てきて大丈夫じゃぞ。あ、こいつが弟か。すごい、冒険者さんがあの怪物をやっつけたの。
間違いない、あの子の声です。無事なの、無事なのね。やっほー、その声は姉ちゃん。うん、俺ピンピンしてるよ。よかった、本当によかった。大丈夫です。人を雇って趣味の宝探しをしていたんじゃが、その最中に偶然この子と出会ってんの。危険を避けるためにも一緒に行動してきたんじゃ。おっちゃんええやつやな。じゃあこの子を守ってくれたんですね。いやいや、実のところ護衛ともはぐれてしまってな。冒険者さんが助けてくれなければどうなっていたことか。ひとまず帰るとしようじゃないか。俺さんも心配じゃろ、うん、そうですね、町に戻りましょう。お、町に帰ってきた。なんやこのほんまに金持ちは。でもここの町はね、結構金持ち多そうなんよね。石油王みたいなやつもいたから、多分お金持ちが多いんやと思う。姉ちゃん、お帰り。本当に無事でよかった。いや、本当に無事でよかったです。これもあなた方のおかげですよ。おお、感動の再会ですな。もうなんでこんなことしたの。もしかしたら死んじゃってたかもしれないんだよ。俺お宝を探しに行ってたんだ。お宝。ほう。うん、俺お金が欲しくて高く売れるお宝の噂を聞いて。お金？なんでお金なんか。お、俺知ってんだ。姉ちゃんすごく勉強してるのに、うちが貧乏のせいで進学するの諦めたんだろ。ええやつやん。ええ弟やん。やっぱなんかさ、明らかにこの町はね、貧富の格差が大きそう。うん。え？そしたらさ、噂を聞いたんだ。ロストビーフにすげえ宝があるって。お宝売ればなんとかなるかもって、俺そう思って。なんかさ、どっかのクエストでもさ、なんか口癖がザマスみたいな人のさ、クエストで、両親がさ、ちょっと貧乏やって、そのお金持ちにしようとしてモンスターに頼ったみたいな話もあったよな。やっぱここの町ってな、貧富の差があるんやと思う。バカね、そんなことよりもあんたの命の方がずっと大事よ。姉ちゃん、心苦しいですね。なんとかしてあげたいのですが。ほほう、私ならお力になれるかもしれんぞ。お姉さん、私があなたの進学のお金を出そう。え、弟くんから話は聞いての、何かしたいと思ったんじゃ。弟くんはすごい勇気を持っておる。家族のために命をかけたんじゃ。命をかけて頑張った弟くんの勇気、そしてお姉さん、あんたの努力、それが無駄になるなどあってはならん。君たちの勇気と思いに感服した。だからお力にならせてもらいたい。はーい、姉ちゃんやったね。姉ちゃん、うん、よかった。本当によかった。さすが、ありがとうおじいちゃん。誰か知らんけどカーネルサンダースよな。でも見た目がフィッシュバーガーって、ちょっと待って、今思ったけどフィッシュバーガーってハンバーガーっていうことなのかな。カーネルサンダースよな、見た目かな。ちゃんかな、ケンタッキー、チキンの逆で魚ってことかな。何、私はお金を出すだけじゃ。君こそありがとう。君の活躍があったからこそみんなが無事だった。あ、じゃあさ、俺にもお金、俺にもお金ちょうだい。無事だったからこそみんなで笑い合えるんじゃ。え、俺にも、俺にも金ちょうだい。俺助けて。てか俺の方が命の恩人じゃない。なんならじゃあ金俺にくれてもいいんじゃない。うん、君のさらなる活躍を期待してるよ。まあ、お宝は結局見つかるじまいじゃったけど、この出会いがお宝のようなものじゃの。それより金、いや普通に、普通に命助けたいから普通に金ちょうだい。